さあ、ペアのフリーの演技、ソビエトのベロニカ・ペルシナ、マラト・アクバロフ、日本でもおなじみのコンビです。この人たちはなかなかあの面白いリフト、変形のリフトがいろいろあります。綺麗ですね。1979年あのロザミナさんたちが起源した時に、彼たちが代理に出た時に比べると非常にも伸びて上手くなってますね。非常にオーソドックスなリフトから入りました。ロートリプルサルコ綺麗でしたね。女性の方の選手ですね、はい、とってもこの1年間で大人っぽくなりましたね。そうですね、背も随分伸びて、154センチ。体重は相変わらず軽くて42キロしかありません。そうですね、ちょっとなんか降りるときにトラブルがあったのかな。あの形はまっすぐでないだけに重心を取るのが難しいでしょうからね。そうですね、スローダブルちょっと歪んでましたけど、どうにか抑えましたね、ランディングを。今日の昼間の練習でもあれがもう一つうまくいかなくて、何度も練習をしていたんですが、しかしちょっとあの彼女の方が安定性、変えています。現在6位、どのぐらい抑えられるかどうかですね。なお今年からちょっとこのペアはルールがまた変わりましたので、この組を利用しまして少し渡辺さんにそのお話をしていただこうと思います。だいぶ制限が厳しくなりましたね。そうですね、今年からリフトが5つということで、はい、やはりこのペアにとってはやはり厳しいことですね。リフトとかスローものが得意なペアがちょっとこう苦しくなりましたね。それは結局そのバランスのいいプログラムを組むことという、そうですね、あれですね、はい、理由なわけですね。でまあ、去年からプログラムは4分半に5分から短くなりまして、はい、内容を濃くするための理由もあると思うんですけども、まあ、いろんな制限されると選手たちもプログラム組むために大変だと思うんですけども、今度は総合的なプログラムをもっと平均的にこうバランス取れるためにルールが決まったと思うんです。つまりスピンだとか、あるいはそういうジャンプの間をつなぐステップ何かにももっと工夫をしなさい、はい、ということですね。それからもう一つはやはり選手の危険を防止するためということもかなり大きな理由の一つになっています。ちょっと今日元気ありませんね。なんかスピードがないですね、はい、あっとまたおかしい。ソビエトのベロニカ・ペルシナ、マラト・アクバロフの演技でしたが、
我々の今まで知っている彼らの演技からするともう一つという感じでした。そうですね、コーチがロドニナさんで、やはり初めてだと思うんですけどね、あのコーチになって、はい、あの選手をこうやって連れてくるのが、まあ、そういう緊張感もあるんじゃないかなと思うんですけど、これがオープニングのダブルアクセル、ちょっと女性のも歪んでますね。あ、彼の手に足が引っかかったみたいですね、今ね。なるほどね、危ないですね。これが転んだ時なんですけども、つまんないジャンプで転びましてね、ダブルトーループで比較的に優しいジャンプなんですけど。